私が小さかった時、姉妹たちと考えたものだった。すべての物質はそれ自身で進化すると。例えば自転車は自動車になり、宇宙船になるというふうに。もしくは豆がボールになり、木星になるというふうに。すべての物質には生命があり、変化、変形に耐えなければならない。混沌としていて、自らの進化を制御できない。その混沌は不釣り合いを生み出す。それは人類が生存している期間では、戦争や災害で現れた。科学技術の選択は調和を生み出す。自然と科学技術との抵抗の間には戯れが隠れている。私はその中間の糸と糸を結びたい。私はその抵抗の絨毯を編みたい。なぜ自然は最適なことをしたがらないのか。私はそのことに怒る。竹は草であり、私にとっては自然を改善する装置である。なぜ君は自分自身で進化できないのか。責任を一切持たないのか。科学技術は自然がそのものを理解するのを手助けしている。私は一度雨の中でアイヌの男に出会った。彼は白い大きなヒゲの背後に顔を埋めて語った。宇宙には海がある。そこに全ての未受信電波が収集される。情報にとっての埋葬場所。